今日は成瀬、涌井という横浜高校先輩後輩対決1回です。ライオンズワンアウトランナー3塁という場面、ここが1つのポイントになりましたが、キャッチャーファールフライ、それからブラウン、ブラウンには外のボールが効いていました。一方涌井です。マリーズワンアウトランナー2塁という場面で井口です。井口に対してもうまく攻めてましたね。いやそうですね。そして決めてきはセンターフライ、ともに3、4番といったところを抑えた成瀬は悔いでした。3回裏のピッチング、2アウトランナー1、3塁、バッターボックスはキムテギュン、ショートボールに倒れたキムテギュン、ランナーを出しながら涌井は毎回抑えてきました。一方成瀬の方は1回のヒット1本の後なかなかヒット打たれません。中島もセンターフライ、さらにブラウンも、今日は成瀬改めてどのあたりが良かったでしょう。はい、良かったですね。なんかまあ、先ほど言ってましたけどコントロールにもうすぐ気をつけたって言いましたね、はい。4回裏のロッテ、ツーアウトランナー2塁でバッター的場を迎えます。これもちょっとタイミング外されていました、はい、レフトフライ。5回の裏、ツーアウトランナー2塁とバッターランナーを得点機に置いたんですが、ここはインコース変化球を、ね、続けて、はい、井口がスライダーをね、なかなか0対0のまま膠着状況。その中で6回ですが、ここの表裏が一つ攻防が面白かったですね。これはどのようにご覧になりました。いやもうこれがね、中島の打撃かなと思いますよ、本当にこれがものすごく明暗を分けましたね、中島ブラウンを2塁1塁で打ち取りました。今日中島2つありますからね、そして6回キムテギュンがレフト前ヒット、さらに大松もライト前ヒットと、涌井からようやくチャンスを広げました。ノーアウト2塁1塁でサブローはこれバント、送りバントでワンアウト2、3塁、サブローもいいバントを決めました。その後福浦は敬遠で的場勝負、まあ、実際的場勝負はこれ成功という形は最初はなったんですけれども、なったかと思われたんですが、ただこれ、サード悪送球、この間に1点が入りました。クロスへのエラー、その気落ちした中のツーアウト2、3塁でバッター岡田を迎えますが、逆方向へ、このバッティング改めていかがでしょう。いやうまく打ちましたよ。甘いかったですけど、初球から叩いたというのがものすごいいいですよ、積極性が出てますね。3対0とリードを広げました。そして7回裏です。キムテギュンもまたライトへ、ツーアウト1塁から大松、もう少しホームランかという打球でしたが、タイムリースリーベース、1点追加。高山がジャンプしなかったですね、はい、ジャンプしたら分かりませんね、これ、さらに福浦もうまいバッティングでしたね。福浦も素晴らしいですよ、これ5対0です。涌井は5失点交代、8回から岡本がマウンドに上がりましたが、岡本からも2アウト2塁1塁とチャンスをつかんで、キムテギュン、いい当たりのタイムリーツーベース、2点加えて7対0としました。そしてあとは完封目前という成瀬だったんですが、ランナーをためてこの1点だけが悔やまれましたが、高山のタイムリーヒット7対1。ただその後2塁1塁で平尾サードゴロ、最後はダブルプレーでゲームセット、7対1、3連勝を飾った千葉ロッテマリーンズ、西武とのゲーム差1ゲームと縮めました。